こんにちは。クイーンズ駅伝2022のプレイバックです。大会記録から、各チームの走行位置を地図上にアイコンで表示します。スタートと同時に、資生堂の木村ゆかがダッシュ。一気に後ろを引き離していきます。トヨタ自動織機の田中希実とヤマダホールディングスの岡本春美が続きます。木村が2位以下に20秒差をつけて、2区へつなぎました。2区は 3.3 キロの短距離区間、資生堂佐藤成葉が後ろとの差を保ち3区へ。2区は4人が同タイムで区間賞となりました。3区は 10.9 キロの最長区間、各チームのエースが勢揃いします。トップ資生堂は東京オリンピックマラソンの一山麻緒。日本郵政は廣中璃梨佳、積水化学は新谷仁美とそうそうたる顔ぶれ。ダイハツの加瀬田梨花も続きます。廣中が2位グループから飛び出し、トップに迫ります。そして、初めは後ろについた新谷も、後半に追い上げ、廣中と新谷が一山を抜いてトップに立ちました。廣中がトップで4区へ、新谷も2秒差まで追い上げ、区間賞獲得です。4区はインターナショナル区間。資生堂のジュプングキチジュケがあっという間にトップへ。2位に30秒以上の差をつけました。そして5区は10キロ。後半のエース区間です。資生堂の五島里乃、日本郵政は鈴木亜由子。積水化学は鍋島里奈とタレント揃い。しかしここで五島が後続をどんどんと引き離していく展開に。ここで勝負がつきましたね。さて、ご覧いただいている画像ですが、概要欄の URL ではより詳細に見ることができます。地図の下にアイコンがありますので、チームを選択してください。選択したチームを中心に見ることができます。という間に、最終6区となりました。資生堂アンカー高島由香は安定の走りで、フィニッシュに向かいます。優勝は資生堂、2時間12分38秒の大会新記録。2位積水化学、3位 JP 日本郵政グループでした。上位8位までが、来年のクイーンズ駅伝のシード権をゲットしました。ご覧いただき、ありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。